おいす、こんにちは、iPhone の新機能がすごいっていうことでね、ツイートしたらなんか不覚にも伸びてしまっているアミュリです。はい、そんなつもりなかったんですけどね。なんかパズドラフォロワーさんだけでこう、まあ言っても100いいねぐらいで止まってほしかったんですけど、なんか2000近くまで伸びてて、って感じですね。パズドラ全く関係ない人の目に触れるのがすごく嫌なんですよね、ああいうツイートって。マナーモードにもできるんですけど、もちろんアクションボタンを使えば。ただそこを一つね、機能を割り振れるってことで、特定のアプリを起動するっていうものにしてるだけなんですよね。それをパズドラにしたよっていうだけで、別に普段使いするかどうかは別としてね、ネタでああいうのできますよっていうつもりだったんですけどね。iPhone、パズドラ関係ない iPhone 勢の方が見て、いや、使わんだろみたいなマジレスが飛んできて困ってますね。はい。ということで、まあ、その前置きはいいんですけど、シャナのですね、今回は相方候補っていうのを紹介していこうかなと思います。で、シャナのリーダースキルは、ヒノニコンボで35倍の五加算ですね。で、回復ドロップを消すために 1.2 倍で非属性 HP5 倍といった感じになっておりますので、まあ相方として、まあ王道で考えるなら追撃持ちがいいかなと思うんですけども、追撃持ってなくてもね、自分で追撃回復にただ一列組めばできるので、誰かサブで追撃持ちとか武器に追撃武器をつけてあげれば、まあそれもありかなと思いますね。で、なおかつ割合に弱かったりするので、相方は全パラ上げたりとか、HP だけじゃなくてダメージ半減だったりとか、まあ軽減してくれるのが欲しいですね。一番いいのは激減以上が欲しいかなと思いますけどね。で、激減で回復倍率を漏れるキャラクターが一番いいですね。なおかつ追撃持ちだといいですね。はい。まあそんな感じで見ていただければなと。まあ今回はだから火の2コンボでとか、火と回復でとか、まあその辺のね、キャラクターたちを選んでおります。全部で10体ぐらい多分いると思いますので、よければ参考にしてみてください。じゃあ参りましょう。まずは1体目、はい、1体目はシャナ自身を相方に置くっていう手段ですね。まあ5加算お互いでできるので10コンボは確定で、火の2セットとか組むと思うんで、まあ12コンボは確定で組めるっていう感じになるかなと思いますね。まあこれも使いやすいんじゃないかなと思いますね。もちろん割合とかには弱くなっちゃうし、回復力が心配になるので、こういう時は、自動回復系のね、あのインデックスとかね、もしくはクリスマスのセリカだったりとか、シーウルフとか学園のあの辺とかを入れてあげるといいんじゃないかなと思いますね。火力もしっかり出るので、まあ最近始めましたよって方は無難にこういう使い方もありなんじゃないかな。まあただ電撃文庫に追撃武器が一つもないので、誰かね、なんかルフィとかでも何でもいい、最近始めた人はルフィ持ってねえわ。まあなんか追撃のキャラクターをね、一人、普通にその辺のブリとかも追撃持ったような気がするけどね。持ってますね。まあこういう手のキャラクターとかを無難に入れてあげるっていうのもまた一つの手にはなってくるんじゃないかなと思いました。はい、ということでじゃあ次行きましょう。はい、続いてデッカーですね。これが一番強い、現状は一番強いと思います。リーダースキルがコンボ加算と追撃の両方できて、なおかつ激減で回復力を上げるっていう、まあ文句なしですね。これの回復力4倍バージョンが出たらまた話変わってくるかなと思いますけど、スキルも無効貫通でまたね、シャナができないようなところを補ってたりもするので、これまためちゃめちゃ相性いいかなと思いますね。とりあえず王道はデッカー、もしくは次に紹介するキャラクターが一番使いやすいんじゃないかなと思いました。はい、ということで次いきます。はい、続いて酒井雄二くん。まあこの辺ですよね。激減持ち、まあ激減以上か、 77% 軽減からの回復力2倍ですね。まあ珍しいかな。 75% 激減からの回復力4倍だの3倍なのはチラチラいるんですけど、それ以上の軽減持ちつつ回復倍率持ってるってなかなかいないような気がする。まあいるかもしれないけど、なかなか磨けないような気がしますね。固定ダメージも持ってますし、まあこちらはコンボ加算ないんで、最近コンボ現象が来るんですよね。だから10コンボしないとシャナって火力出ないじゃないですか。コンボ現象されてもなおかつ10コンボ安定させるってなると、やっぱデッカーの方が相方としてはめちゃめちゃいいかなとは思ったりはしますね。ただまあデッカー持ってないって方も結構多いと思います。まあ1個前のウルトラマンイベントから始めたよって方とかはその辺は持ったりするのかもしれないですけど、そういう方はね、今回から始めたって方は酒井雄二くんも交換可能なので、これと組み合わせてあげるが、まあ普通に強いですからね。強くて、手に入りやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで次行きましょう。はい、続いて同じく電撃文庫コラボより一条くんですね。リーダースキルは火の2コンボで半減、攻撃力28倍の固定500万ダメージです。非属性 HP 2.2 倍です。まあ固定ダメージ持ってて火の2コンボで半減するので相性としてはいいのかなと思います。回復倍率とかは漏れないのでちょっと回復力は心配になります。自動回復もしくは回復ドロキをガン詰めとかチーム回復武器とかを多めに持ってあげる必要はあるんじゃないかなとは思いますね。スキルは76にしたりとかドロリフするので盤面対策とかには強いのかなといった印象です。はい、次行きましょう。
さあ、こっからはね、こっからがまあメインかな。まあ大体今のところまでは思いつく感じのキャラクターになってくるんじゃないかなと思いますので、こっからちょっと特殊なキャラクターたちが登場してくる。超転生クリシュナですね。スキルは少ないんですけど、10強での火力はかなり高いですね。ヒドロ強も持ってますし、火のコンボ強化も相性いいですと。で、スキルは目覚めかけてくれますよと。ちょっとまあ役割としては薄いんですが、リーダースキルは落ち込んなしにするんだけど、火の2コンボで激減。で、なおかつ回復力も3倍してくれて、攻撃力も出せて参加さん、まあ追撃ないんで、これもまた自力で追撃組む必要があるんですけど、回復力3倍持ってますので、まあ言ったらあのデッカーの追撃自力で組むバージョンみたいな、追撃なくしましたよみたいな、まあ落ち込んなしっていうのがデメリットになっちゃうかもしれないけど、まあ76運用とかもしやすいと思うので、これリダチェンしてあげてっていうので、まあありなんじゃないかな。全然使える、運用できるようなレベルにはなってくるんじゃないかな。シャナで追撃分の回復はね生成できますので、まあ相性としては悪くないなとは思いました。はい、ということで次いきましょう。はい、続いて、距離ですね。サブに入れてる方も多いんじゃないかなと思うんですが、リーダースキル火の2コンボで半減、攻撃8倍参加さん。で、回復力も3倍ありますね。またこれも同じです。さっきと同じ。まあまあ、激減じゃないんであれですけど、2倍半減の回復力3倍って感じですね。うん。軽減ループしてくれますので、この辺の役割はでかいですね。追撃また自分で組む必要にはなってきますが、まあ10強も4つありますし、火のコンボ強化も4つ分ありますからね。なかなか強いかな。毒体質も埋めれるしっていうのもあって、役割がちゃんと軽減ループっていうね、違う役割できるのは評価高いなと思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、続いてロザリンですね。76運用になりますが、これ変身前こんな感じですね。2段階変身で76リーダーからの2段階で変身すると7強プラスと浮遊で火力はめっちゃ出ます。で、火のコンボ強化も持ってて、2ターンで打てるエンハンスからの回復以外から火を6個生成しますよって感じですね。役割がまあ似てるかな。回復作らないですけど、なんでまあロザリンとシャナ1枚でも全然火の2コンボ安定するので、それもそれはありかなと思いますね。激減で回復倍率は漏れないんですけど、コンボ加算および固定500万ダメージで自己完結してて、固定ダメージに至っては500万なので、デッカよりも強い固定ダメージが打てるよといった感じの性能にはなっております。76運用したいよって方にはいいかもしれないですね。はい、ということで次行きましょう。はい、続いて仮面ライダーカブトハイパーフォーム、チーム HP にこの7強プラ、無効貫通はまあ組まないが結構メインかなと思います。最近つか、まあ普段使ってる方はあんま組まないと思うんですね、無効貫通は。素でね、で浮遊持ちなので、まあ火力としてはまあまあかなと思います。ちょっと7強プラス、本当は無効貫通も7強プラスにしてほしいんですけど、で火のコンボ強化は1個持ってます。2ターンで1ターンの間、火、気、光、闇、回復のルーレット1個生成の操作時間2倍ですね。まあだから生成ではないものの、一応まあ生成的なルーレットから取り出すよみたいな感じの役割はできるね。で、ダメージ上限値40億になりますよって感じなので、まあシャナ2枚運用してもいいと思うし、これで必要色取り出すっていうのもできるかなと。操作時間の対策だったりルーレットの上書きとかにもいいかなと。リーダースキルは火の2コンボで半減、攻撃は12倍の1加算で固定700万ダメージで結構強い追撃ですね。コンボ加算もまあ1ですけど持ってますね。火属性全パラメータ 2.2 倍なので、まあ回復倍率も上げてくれてるような感じにはなっております。はい、ということで次行きましょう。はい、続いてマルコですね。ワンピースから始めた方はもしかしたら持ってるかもしれないんですけども回復ドロキョウ持ちなので、回復力をそこで補ったりとかで、スキルは覚醒無効解除とかサブエンハンスで強いです。で、スキル非回復の同時攻撃なので、まあできますよね。安定してシャナで生成できるのでいいと思います。で、追撃も500万持ってて攻撃倍率出して、ドロップを消せば回復力かける15倍で、まあ2万ぐらいかなって感じですね。回復できるとして、まあ相方にマルコを置いたとして、まあ気持ちはばかりの回復になるかな。そんな、うわめっちゃ助かるわぐらいの回復力はないかも気持ちの回復になってくるかなと思いますので、回復ドロップをね、回復ドロップ強化をサブでもっと持ってあげると復帰力高くなって使いやすくなってくるんじゃないかなと思いますね。役割がちゃんと覚醒無効解除で異なってるのが非常にいいなと思いました。はい、ということで次いきましょう。はい、続いて花嫁のプラリネですね。十字とね、ヒドロ強プラスがあってが特徴的かな。十字消しないと火力が弱いかもしれないね。で、2ターンでこれもね、ヒドロップ強化の覚醒数に応じて上昇してヒドロップを生成してくれるので、まあ、役割としてはちょっと似ちゃってるかなと思いますね。エンハンスにも使えるっていうのは強いかな。リーダースキルはドロップなんでもいいから5個以上つなげれば25倍出ますよ。で、回復力4倍、これが強いんですよ。4倍です。なかなかいなかったよね、今まで。回復力を4倍してくれるキャラクター。で、火の2コンボで激減の4加算ですね。なので、追撃を自分で組まないといけないっていうところはあるんですけど、これね、これで追撃持ちだったらめっちゃ強かったんだけどね。回復力4倍はめっちゃ助かると思うね。っていう感じかな。うん。まあ、それぐらい。まあ、ただね、ドロップ5個以上つなげるってなると、っていうのが、これがまあ、追撃組めばいいかなって思うんですよね。追撃を組めばドロップ必然的に5個以上つながるので、まあ、それで、まあ、倍率出しながら、火の2コンボで激減するっていう使い方が、いいんじゃないかなとは思いましたね。そんな感じですね。回復力としては非常に相性がいいかなと思います。はい、ということで次行きましょう。
はい、続いてウルトラマンコスモスのコロナモードっていうのの非属性の方の究極進化の方ですかね。2way でね火力を出します。冬持ちにもなってます。スキルは無効貫通でいいですね。盤面76にするので縮小ギミックに対応できてもできてそこも強いかなと。でリーダースキルは非回復の同時攻撃ダメージを半減、攻撃12倍の固定600万、いいですね。固定ダメージ持ちで攻撃タイプの全プラ 2.2 倍でシャナ攻撃タイプなのでこの辺も相性バッチリっていう感じになっておりますね。もしいけてるよって方は、まあ、役割も異なっているのでなかなかいいんじゃないかなと思います。はい、ということで次いきましょう。はい、続いてメグリネルか。あ、ここもまあ王道っちゃ王道かな。これも使ってる人ちょこちょこいるんじゃないかなと思うんですけど、回復ドロップ強化最大でこの4つ持ちにできるの強いし、耐性持ちにできるのもいいですね。7強プラスで火力もしっかり出せますし、スキルもいいですよね。相性火と回復作れるような感じになっているので闇もまああるっちゃあるんですけど、まあ自身の属性も出るんでいいかな。それはそれで確定陣ですね。リーダースキルは回復を消すために攻撃が3倍で、まあ、シャナと似たような感じ。青天井回復消すたびの倍数アップですね。で固定ダメージも100万あって8コンボ以上で 77% 軽減というね強い、軽減を持っておりますので、回復倍率こそないけど回復ドロップ強化とかで補ってあげれば、まあ、そこは大丈夫なんじゃないかなと思いますね。これもね買ったよって方も最近なのでね買ったよって方が多いかもしれないし、引けたよって方もねぜひ複数体詰めるのも全然強いと思うなって思いました。はい、ということでメグリネルカです。次行きましょう。はい、最後、ウルトラマンティガーのマルチタイプ、まあ、変身の方ですね。変身すると、パワータイプになって、7強と冬持ちなんで、まあ、これで火力を出しつつの、まあ、一応無効貫通もあります。で、火のコム強化3つで火力を補強して、2ターンスキルで、エンハンス及びロック解除からの上段一律生成。なので、回復花火とかが来ても、火の2セットを作ってくれますよっていうスキルになってます。スキルの役割が似てるので、シャナ1枚と、ウルトラマンティガーでお互いでループしていくっていう使い方になりそうですね。でリーダースキルはもうほぼほぼデッカ、火の2コンボで激減、攻撃25倍、酸化酸固定ダメージで自己完結、これデッカと全く一緒ですね。で火属性の回復力がこれがデッカが3倍なのになぜか変身の方が2倍と、ここが残念点ですね。回復倍率がちょっと弱いっていう感じにはなっておりますね。ただまあそれでもだいぶ使いやすいかなと思いますので、こっちもありかなとは思いました。はい、そんな感じになっております。以上ですね、こんだけ今回紹介してみました。まあ他にもねいると思うんですよ。回復の2コンボでとか、回復の2コンボも全然相性いいので、あとはまあ非回復の同時攻撃でとか火の2コンボでとか、その辺相性いいと思いますんで、もしねこのキャラクターと組み合わせるのも強そうっていうのがいましたらね、コメント欄で教えていただければなと思います。はい、ということでね、シャナ引いて少しも参考になったって方はね、高評価とチャンネル登録もしておいてください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。